はい、ガッチャン劇場パート4です。前回ね、ブロックチェーンを通して暗号資産が何をする、暗号資産は国をなくす可能性がある、国っていう単位がをなくす可能性があるというお話をしました。で、国っていう単位がなくなれば戦争はなくなるでしょ、国と国の間の戦争はなくなるでしょっていうお話をしたんですが、実際の戦争っていうのは今現在ね、戦争あちこちあります。もう国という単位ではなくて、もっと大きい単位のものもあるし、小さい単位のものもあって、もうね、戦争というか紛争はいやあっちこっちにあるのが現状ですよね。はい、まあ例えばイスラム国、まあ、最近はイスラム国あんまり聞きませんけど、イスラム国って何かというと、言ってしまえば大昔のイスラム帝国をもう一回再建しようという考え方でした。はい、そう、決してイスラム国とイスラム教がイコールではないってことをまずしっかりお伝えします。まあ、そもそもね、イスラム教の教徒の人たちってものすごく優しくて、ものすごく紳士的です。はい、困った人を見ればみんな助けてくれるってぐらい本当に優しい人たちですね。私もあちこちイスラム教の方々にお世話になったことあるんですが、まあ、同じエルサレムから出てる宗教の某キーなんとか宗教は本当にどうかなって思うところいっぱいあるんですけども、イスラム教は本当に素晴らしい、イスラム教徒の人たちは本当に素晴らしい人が多い宗教です。で、イスラム国イコールイスラム教だと思われたりとか、イスラムの教えがものすごく危ないという方がもしまだこの時代にいらっしゃるんだったら、あなたは勉強不足です。はい、まあ、そういったわけで、紛争はあちこちに国との単位もあれば国内の単位もありますし、勢力、いろんな勢力がある限り応援したり応援したかったり、お金が行ったり行ったり来たりして、紛争はなくなりません。なので国という単位が全くなくなったとしても、それだけでは紛争というものはなくなりません。それが今の世の中の現状であることは大前提です。しかし、国の支配によってのお金がなくなるというか、なくなるということはですね、それぞれが自分の意思でお金の管理ができるということです。つまり、お金、国に吸い上げられる税金ですね、税金といった国に吸い上げるお金っていうものがなくなる代わりに、自分の責任でお金を管理、運用しなきゃいけない時代になるということです。それが良い悪い、議論がありますが、そもそも、私たちね、国にお金を支配されてるという考え方、ないわけですよ。はい。だですね、だってって言ったらなんですけども、知ってますか？日本のお金を発行している日本銀行、あれ株式会社ですからね。はい。日本の国が株式の半分以上持ってるので、まあ日本国が大株主ってことは間違いないですが、民間の会社がいっぱい出資してできてる株式会社ですからね。しかも、そもそもアメリカの場合はですね、ドル、US ドルって言いますけど、ドル、そもそもアメリカ政府がドルを発行してるわけじゃないですから。はい。民間企業がドルを発行してるんですね。つまり、お金というのは、特定の企業、大金持ちによって、世界中のお金、どこも管理されてるっていうことを、まず大前提として覚えてください。これがお金の大きな問題なんです。国の法定資金、法定通貨を当てにするということは、それだけで、法定通貨を使うってことは、それだけで一部の大金持ちのとこにお金が集まるっていう、当たり前の社会構造の中に私たちは生きてるっていうことをしっかり覚えてください。まあ、その内容については、いろんなね、YouTube いっぱいありますから、まあ、それが何かってお話はしませんけども、僕らのお金は一部のお金持ちによって支配されてるってことをしっかり頭の片隅に残して、次の動画に進んでください。ガッチャンでした。